レオ・アレクサンダー・フォールは、アメリカ合衆国、オハイオ州、ローエル出身の元プロ野球選手、監督である。20世紀の初頭に、MLB のナショナルリーグで2シーズンだけプレーした。1902年8月29日の試合で、メジャーデビューを果たした。同年は、この試合のみに出場し、プロ初ヒットこそ放てなかったものの、1打点をマークした。守備面では、失策。 守備率875という成績を残した。1903年9月になってシ、新シナティレッツに移籍した。移籍先では4試合に出場し、長打を2本放って打率357という効率を記録した。守備面では、守備率955、巨頭類4に対して盗塁差し5で、盗塁阻止率56%という成績を残した。 この年を最後に、以後メジャーで試合に出場することはなかった。現役引退後、1915年から1926年までの、間に11シーズンクリーブランド・インディアンス、セントルイス・ブラウンズ、ボストン・レッドソックスの3球団で監督を務めた。1965年10月30日、オハイオ州の都市、クリーブランドで没した。同州にあるカルバリー・セメトリーに埋葬された。 ありがとうございます。